い、ロシモトメイクだ。おー、早っ早っ、はい、はい、うつ伏せです、うつ伏せ。はい、骨盤の幅足ね。はい、じゃあこの状態で息をふるっと吐きながら、はい、上体を起こす。骨盤上げます。で、膝も浮かす。そう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 、これね。で、腰反らないようにね、うん、よし、もうちょっとね、こう、うんぱくにこう、こう、これこれこれ、これを作る、うん、これね、今ね、今ね、うん、OK、グーグー、それそれそれ、はい、ここに力入れて、力入れて、はい、よし、はい、入れて、はい、行くよー、はい、下ろしていいよ、息吐きながらね、はい、はい、行くよ、よーい、はい、1、2、3、 OK、 はい、うわー、はい、お腹の前にね、力入れてね、はい、はい、2回目、はい、2、2、3、こう、はい、はい、3回目、はい、3、あともうちょっと先、3、はい、はい、ちょっと腰反ってきたよ、はい、4回目、はい、ふん、4、2、3、こう、もうちょっと、これこれこれ、これ覚えて、これ覚えて、はい、寝て、はい、ラスト、はい、5、2、3、はい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 、グー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 、じゃあバックバランススイッチ、はい、このまま、このまま、こういう状態に、このセッションで、ま、汗バラだな。なるべく腕を伸ばす。はい。反対行きましょう。よし。状態から上げて、あれな。いやー、来てますね。はい。僕も来てます。もう。うん、腹太鼓がもうひしひしと。大体このトレーニングを最初にやらせます。で、まあ、これは体幹トレーニングなんですけど、これウォーミングアップです。で、これから全身の体幹と下半身にスイッチを入れてあげてから、そこから動きやすい体にしてあげて、で、だん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 そのサッカーのね、体を作っていくような形にします。で、これからやるのは今度はね、チューブを使います。来ました、はい、このチューブですね。チューブを使って何をするか、上半身の土台の体幹は今軽く作れたので、今度は上半身の体幹を支える下半身の筋力を作っていきます。で、こうグラ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 するということは、やはり上半身を支えられないから怪我をしやすい。だから怪我をしにくいためにバランストレーニングをこれからやりますので、じゃあこのチューブをね、足首に巻いてみましょう。はいはい、はい、今ね、体幹チューブ、はい、足首に巻いてもらいました。はい、さっきも話したように、今度は上半身のね、土台の体幹を下半身でしっかり支える。で、ボールを蹴るとき必ず足は浮いてます。浮いてる時の軸足がめちゃくちゃ大事です。例えばジャンプした着地の時でも、やっぱりこうが体がね、体を支えられないと怪我をするから、それをなくすための、まあ、体幹バランストレーニング。じゃあちょっと石川の方から、はい、足を後ろに指定前クロスします。はい、じゃあ右足、うん、軸にして、大事なのは膝とつま先同じ方向ね、はい、を向けてちょっと曲げる。で、後ろ足はピンと伸ばす。アキレス腱伸ばしね。はい、で、この足首が下に下がらないように上にグッとこう上げといて、すねの筋肉使ってね。はい、じゃあ一回グーッと前に倒して、もうちょっと膝の上からこう、で、こっちに伸ばしてね。この状態で、はい、こっち浮かして、もうちょっと伸ばす。うまく伸ばす。伸ばす。ちょっと後ろ。腰伸ばす。伸ばす。膝をピンと伸ばす。そう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 、横から見た時にこれ一直線でしょ。ああ、すげえ綺麗です。うんぱくんは前に曲がってて足がこうなっちゃってたのね。そうそうそう、今いいよ。こっち膝曲げる。そう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 、はいはい、こうやってバランス取ってね。はい、数えるよ。はい、1、2、3、4、はい、5、6、7、8、9、はい、 OK、 はい、バランス取ろう、バランス取ろう。いいよいいよいいよね、伸ばすね。軸足が大事だからね。はい、じゃあ前にグーッと、はい、外すまつく同じ方向、はい、はい、浮かして、はい、ストップ、はい、1、2、いいよ、3、4、いいよ、5、6、7、8、9、はい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 、こことケツね、今作りました。はい、じゃあ次は何をするか、伸ばした状態で上下運動、はい、はい、浮かして、はい、はい、上下に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、やばい、10、はい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 、うんぱくん、軸ね、軸意識してます、ね、ちょっとブレてるよ。はい、いくよ、オッケー、はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、よかった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 、よ
はい、次チームね、膝に巻いて、はい、お尻と軸足のトレーニングです。この状態で、はい、しゃがむ。で、一回左軸を作る。で、浮かして、はい、横に振ります。これね、これ沖縄でもやったと思う。やりましたよ、やりましたよ、やったよね。はい、いくよ、ケツ、チョキンチョキン、はい、チョキン、こい、はい、はい、手、腰、手、腰、はい、はい、しゃがむときはね、あの前かがみにならないように足の上に上がる。はい、こう、はい、そう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 。で、左軸、はい、じゃあ右足浮かして、はい、左右に振る。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK、 はい、あざす、本当に一緒に、ありがとうございます。いいわ、インパクト行こうぜ。よっしゃ、右軸、はい、左右に振って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK、 ナイス。はい、さらに難しくします。次はチューブを巻いて、はい、はい、同じように軸を作ったら、はい、こっちを回します。回す、これで軸を作る。うわ、うん、だからわざと不安定な状態を作って、それでも軸がぶれない、ね、うん、それを作っていこう。はい、はい、しょんで、はい、左軸、はい、浮かして、はい、回そう、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、逆にの、はい、前に行かないようにね、はい、はい、浮かして、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、あ、やばい、やばい、よし、第1回でチューブ1回取ろうか。どれぐらい安定してるかというか試そう。はい、ね、したらちょっとこのね、硬いところで足をこう上げてさ、ピタッとこう止まるか確認しようか。はい、行こう、はい、せーの、はい、はい、はい、ポン、はい、ポン、はい、ポン、あ、いいね、いいね、いい感じ、いい感じ、よし、これをマットの上でやろう。はい、頭の軸ぶれないようにしてね。はい、足上げて、はい、行こう、はい、足上げてから、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、後ろに下がって、はい、行くよ、上げて、はい、せーの、はい、練習の前に今みたいな感じでスイッチを入れてバランス筋力を作ってブレない体を体幹作れば、そこまで大きな怪我じゃないんだよ、うん、で基本的には俺の体幹バランスって怪我をさせないメインになっているので、それをちょっと2人がしっかり伝授していただいた。いや、ちょっと面白い。だいぶ強くなってるんですか。そうですね、今お会いしてます、前から、うん、ということで、第2弾のね、今日は体幹バランス作りをやりました。第3弾はもう少し動きを入れたステップアップ系のトレーニングをやります。はい、来てくれますか。もちろんでございます。もうずっとついていきます。よしよしよし、はい、次のウンパ君のね、ちょっと期待したいですね。そうですね、ぶれない体をね、ちょっと今日ぶれですよね。はい、じゃあそれでやってください。はい、シシーどう見て、2人の体感見て。もうめちゃめちゃ荒瀬さんすごく、私よかった、ありがとうございます。サンキューです、サンキューです、一周サンキューです。ウンパ君も大丈夫です、チキンを。はい、もうしっかり頑張ります。いや、ね、負けないよね。はい、そうですね。次のところ戦おうか。いや体幹戦おうか、一緒に話して。もうすごい、ちょっとミナーズにやってる。あー、プレッシャーで、プレッシャーで、プレッシャーで、すごいな、プレーナーも回す。そしたら、今日はね、この第2弾の体幹バランストリングは終わります。レッツコードレッツ。